はい、今回はね、MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。第1話初回放送の方が、一応テレビの方でね、公開となりました。もちろん先行上映の方だったりとか、アニマックスの方でもう一度少し早い段階でやってたんですけれども、おそらくこう地上波というところでは初めてだったかなと思います。今回第1話見ていったんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか？いや、個人的には動き出すんだなっていう感じですよね。最近のアニメってどうしても1話でがっつりこう掴みに行くと思うんですけれども、あえてここはくすぶるような感じで、第2話からね、本編が始まる最初の序章だったんじゃないかなと思います。まあ、先行上映の方は第1話だけではなくて第2話の方も放送されてるんで、まあ、納得できるかなと思います。なので第1話おそらく見られた方だと、あれちょっとなんかパワー足りないなと思った方は第2話から始まるんでね、おすすめです。そんな今回なんですけれども、第1話の MF ゴーストをね見ていった結果、原作の方ね大幅に改変しながらもイニシャル D の部分を残して、あのちょっとしたところでね実は結構おーってなったところがたくさんあったんで、今回そこをピックアップしながら振り返っていこうかなと思います。ぜひ皆さんの感想だったりとか MF ゴーストに関してのご意見等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。まあ、冒頭から最終段階、これもゆったりと進む第1話だったんですけれども、これ原作の方だといきなり最初こう相葉俊が出てきて、いきなりもう MFG が始まりながら、その間にこう MFG の解説だったりとか、まあ、西園寺蓮とかカナダがなんで日本に来たのかなどね、進んでいくのが大体原作でいうところの4話5話ぐらいまでやるんですけれども、そこをもうあえてレースってところほんとちょっとだけ出して、この本編のベースとなるドラマ部分がしっかり描かれていたかなと思います。この第1話の冒頭、まあ PV の方も第5弾が出ていたんで、この PV の内容がそのまま持ってきていましたね。まあ、三木慎一郎さんのナレーションだったんですけれども、藤原拓海がちょっと育ったような感じのねナレーションから始まります。 MFG ということで始まっておりましたね。そして片桐かなた、かなたリビントが日本に来てから、西園寺蓮サイドから語られていきます。で、作画についてなんですけれども、もうこれは申し分ないかなと思います。どうしてもやっぱね、こう重野秀一先生の絵って特徴的だと思うんですけれども、この特徴を残しながらも綺麗さもあって、かつこう背景だったりとか車だったりとか、まあ、車は劇場版の会社の方がやってるので、そのあたりがしっかりこう持ってこられてるなという感じです。だからこそ新しいアニメとしてこう全てこう変えてしまうのではなくて、ベースとしてある原作をしっかり活かしながらも、アニメとしての表現としてもう完璧だったんじゃないかなと思います。あとね、こうドラマ的な描写で言うと、まあ、片桐かなたが西園寺家へ来てね、まあ、顔なんてどうでもいいみたいな、見た目なんてどうでもいいっていう西園寺蓮がいきなり一目惚れをするっていうね、おいどういうことなのっていうシーンがありますけれども、あの時の表現のしかもすごい良かったんですよね。まあ、お父さんとかかなたの声さえも聞こえないぐらいの衝撃、まあ、電撃が走ったということだったんですけれども、その表現がうまくできていたかなと思います。そしてね、これ個人的に一番注目すべきポイントだと思うんですけれども、大型自動車ありましたね。あの大型自動車結構ね雰囲気もすごいいいんですけれども、おそらくモデルが存在すると思います。で、ここでね最初 S14 が出てくるんですよね。まあオレンジ色の S14 が出てきて、まあ、S14 ちょっとケンタっぽい感じはするんですけれども、まあそれだけじゃなくて、その後ねチラッと出てきたのが S13 と、おそらくフロント部分だけ見ると曖昧なんですけれども、青のシルエーティだと思うんですよね。で、そうなってくると、これ完全に池谷とねまこちゃん、こう2人のね車がポロッと出てきています。これに関しては完全にイニシャル D ファンがこうおーって多分なった方もおられると思うんですけれども、まあ池谷についてはもうね立ち絵も出ているんで MF ゴーストも出てくるんですけれども、まこちゃんのね車だったりとか、これは本当ファンサービス的な部分だと思うんですけれども、ここで車を持ってきたっていうのは非常にいいなと思います。となると今後おそらくこういうところでちょこちょこイニシャル D をオマージュしてくるかなと思います。で、このオマージュという部分でもう一つあるんですけれども、これ CM の入りですね。皆さんこれ注目されていた方いると思うんですけれども、まあ、イニシャル D ってファーストシーズンからファイナルシーズンまであるんですけれども、この CM の入りっていうのがそれぞれ変わってきているんですけれども、タイトルコールするっていうのが基本的なまあベースとなっております。今回の MF ゴースト、MF ゴーストってね、キャラクターが喋りながらタイトルが横に来る感じありましたよね。あれおそらくファーストステージあたりをオマージュしながらも、まあ、フォースステージ感もちょっとあったりとか、まあ、いろんなところが踏襲されて、イニシャル D の後継作としての CM の入りの演出がされております。こういうところもちょっとねファンとしては嬉しいですよね。で、ちょっと細かいんですけれども、連絡先を交換した時の連がすごい良かったですね。チラッと映っていたんですけども、やったーみたいな格好してて、あの重野秀一先生らしいね絵が出ていたりとか、そういうところもね注目ポイントかなと思います。で、あと背景がすごい良かったと思うんですけれども、もちろんね原作の方も実写をトレースしながらを描かれていたんですけれども、今回もかなり綺麗に描かれていましたね。今回ね、こう最初のステージとなるところもあるんですが、小田原氏がバックとしてついていることからも、聖地巡礼とかが結構ね流行るんじゃないかなという雰囲気もあります。で、相葉俊のね雰囲気も良かったですね。かなりね小物
物感もあったんですけれども、あれは小物であればあるほどね、今後相葉旬の立ち位置もいいですし、片桐カナダの立ち位置も変わってくると思うので、演出もすごい良かったかなと思います。そしてあとね、タイアップというか、これ PV の時でも若干分かっていたんですけれども、スキヤがもうがっつり出ていましたね。もうスキヤでね、箸の持ち方が分からない片桐カナダってことで牛丼ってことで出てきたんですけれども、これがまさかの多分皆さん馴染みのあるスキヤが登場したんじゃないかなと思います。で、あとね、もう一点、コアラのマーチもありましたね。これ日本のお菓子は美味しいんだよってことでね、片桐カナダも感動するシーンがあるんですけれども、こういうところもね、しっかりコアラのマーチがタイアップされております。まあ、今後ね、スキヤだったりとか、まあ、コアラのマーチだったりとか、いろんなところで MF ゴーストもね、タイアップしていろんなものが出てくる可能性もこの辺ありますよね。そしてまあ、声としての初登場というのは、まあ、三木慎一郎さんもそうなんですけれども、イニシャル D から言うと、ふみひろ、まあ、上優ふみひろという名前になっていますけれども、初登場となりました。まあ、ふみひろが出てくると、ちょっとプロジェクト D を思い出すような、そんな雰囲気はあったかなと思います。そして終盤ですね、いつ車にカナダ乗るんだよっていう感じのね、雰囲気があったんですけれども、ここでちょうどシートに座って、相葉俊が話しかけて、まあ、このコース何回見たんだよとか、まあ、ダウンヒルはこれ 70% で行った方がいいよとか、いろんなアドバイスをしてくれるんですよね、先輩としては。で、この時にユーロビートもすでにかかってるんですよね。もうここが出た瞬間に、ゾクッとしたというか、鳥肌が立ったかなと思います。まあ、楽曲についても、ちょっと具体的な曲名を触れるというよりは、やっぱりこのね、女性が歌うような楽曲っていうのは結構ね、イニシャル D の中でも人気があったと思うので、これが最初に選ばれるというね、ここがすごいいいなと思います。そしてね、片桐カナダが出走するというところで、今回第1話幕を閉じました。まあ第2話からね、もうバチバチのレースが始まると思うんですけれども、片桐カナダが何者なのか、どんな走りを見せるのかってところが細かく描かれていくんですよね。もうすごい楽しみなんですが、本当に第1話序章の序章という感じでしたね。まあ、PV を膨れ上がしたような感じだったんですけれども、非常に良かったんではないでしょうか。今回オープニングはなかったんですけれども、エンディングのアニメーションも非常に良かったですね。こう本編のストーリー、こう連載度だったりとか、レース以外の部分で感じる部分がたくさんあったんで、ここもすごい興奮どころのポイントだったなと思います。はい、今回こちら簡単になるんですけれども、 MF ゴースト第1話の方を振り返ってまいりました。ほんと注目すぎポイントたくさんあると思うんですけど、個人的には池谷のねシルビアっぽいのとがちょっと興奮度高かったかなと思います。まあ、第2話ね、衝撃の MFG 新世代ということで、ようやく片桐カナダが走るんですけれども、この辺りからね、ケイスケだったりとか両高橋だったりとか、まあ、いろいろ出てくると思うんで、非常に楽しみです。ぜひ皆さんのね、第1話の感想等あればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。